ちゃんくんおはよう。もうすでに今8時を過ぎたとこなので2時間はお水も飲んでいません。昨日からご飯も食べていません。なぜかというと今日は手術の日だからです。ちゃんくんはまだ気づいていない様子です。これからですね、9時半ぐらいになったらですね、ジャン君をキャリーに入れる、算段になります。もし取り逃がすとえらいことになるので、慎重にことを進めたいと思います。ジャン君頑張って。そして今日は一泊することになるので寂しくないようにね、頑張ってね。7時ぐらいにですね、動画のアップもしたんですが、もうコメントが、5つほど入っています。ありがとうございます。応援のメッセージいただいています。ジャン君は、頑張ってきます。ジャン君、9時14分です。あと15分ほどで半になるので、そしたら行動に起こします。行動を起こしますね。寝てていいよ。一旦この中にあるですね、キャリーケースの中に自分で入ったようです。ちょっと黒犬おじさんいなかった時なんですが、で孫いママが扉を閉めたと思ったんだけどミスってしまって出てしまいました。ここです。はい、ジャン君、ここは因縁の場所です。前回こっから取り逃がしてしまったので、ちょっと移動するのを待つか、もしくは何かやり方考えようかな。さてさて、でもこれを触ると多分走り出るので、どっちに行くかな。したら閉めて。はい。ありがとう、ちゃんくん。ちゃんくんお利口さんです。お利口なのかどうなんでしょうか。お利口です。まあ帰ってきてからここ片付けよう。うん、さっき私がさ、カチッに騙されてひ、なんていうの、失敗したのにまた入ってくれるなんて。そうね。やっぱりちゃんくんは偉かったね。はい、はいはい、ジャン君偉いよ。はい、じゃあ行きましょうか。はい、ポンちゃんお願いしますね。ちょっとの間お留守番よろしくね。はい、ジャン君。はい、はい、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、はい、こっちやるか。じゃあそれやって。はい、ジャン君、ゆりこさん、行こうか。こちらね。はい、下手だね。下手くそ。下までかぶせてから。はい、じゃあ行きましょう。ジャン君頑張ろう。頑張りましょう。ね、はい、ゆりこさんね。はい、はい、大丈夫。ジャン君。はい。はい。さて、病院に到着しました。これから診察です。エリザベス、ジャン君のとと、うん、ね、うん、じゃあ、血液検査とレントゲンの検査をまずさせてもらいます。はい、はい、今レントゲン室の方に行っています。
赤血球の赤ちゃんみたいなものです、うん、赤ちゃんが多いってことは今増えてるってことになります、うん、赤血球がたくさん作られてるってこと、うん、まあ多いんですけども、これはタイミングによって増えたり減ったりはします、うん、まあ血がどんどんなくなりますから普通にしてても、うん、で作ったり作んなかったりと、うん、でまあこの黒い部分が肺ですね、うん、この検査で一番見たいのは心臓と肺の様子なんですけども、うんうん、これも問題ないです、はい、綺麗に見えてますので問題なし。で、まあお腹にちょっと見えてるのが、ちょっとお腹だけ取ったやつがあるので、これ、ああ見えるね。これが皮脂ですね、はい、この部分。へえ。皮脂ですね。よかったって。ぽんちゃん、はい、ぽんちゃん、ただいま。ちゃんくんはね、入院しますよ。一泊ですけどね。ちょっと今日は寂しいけど、はい、はい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 、うん、はいはい、さあ、ちゃんくんが元気で帰ってくるのを祈りましょう。はい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 、ポンちゃん、今日はお留守番していただきますが、ちょうど預けてですね、これから手術に向かうという時に、看護師さんにケージの中からシャーを言って手が出たそうです。ジャン君またちょっと戻っちゃってるかなと思って心配ですが、まあこのところのジャン君だからね、大丈夫だとは思います。そんなことで手術できないとかってならないといいですけどね。今日のお昼12時半からは、クロケンおじさん勝手に歌うというチャンネルやってますので、それを、歌を歌うんですが、そのあたりで、連絡が、来る、まあ、2時ぐらいって言ってあるので、2時ぐらいに連絡が、終わりましたよの連絡があるはずです。それ以前にもし連絡が来ると、危険ということなので、ちょっとドキドキしながらになりますけれども、まあ、大丈夫だと思います。先生も健康そうで、コンディションも良さそうでした。先生のコンディションばっかちょっと見ちゃったんですけどね、失礼。でも、大丈夫そうです。ジャン君の、病院からですね、電話があり、無事終わったという報告を受けたのは、お昼12時頃です。そこから、生配信を、歌の方でやりまして、今一段落して、4時45分ですね。5時を過ぎたら、麻酔が切れるだろうから面会して大丈夫ですよというふうに言われていますので、これから準備して出かけていきます。ジャン君にはですね、普段使っている毛布などを、入れて安心してもらおうかなと思います。ポンちゃんはどこ行っちゃったかしら。あ、いたいた、これから行ってくるからねって見えないね。行ってきますね。すごいじゃないですか。まだ薬は飲んでてください。こんにちは。はい、お願いします。すいません。まず最初に会ってもらってからお話しようと思います。はい、じゃん。はい、でかいで。ヤンくん。もう忘れた。はい。怒ってるの？じゃんくん。はい。怒ってるの、じゃんくん。じゃんくん、マスクしてるしね。まあいいや。大丈夫大丈夫。じゃんくん。はい。じゃんくん。可愛かったか。可愛かったね、じゃんくん。じゃん、はいはい、はいはい、じゃんくん、はい、ぽんちゃんも心配してるよ。じゃんくん、はい、じゃんくん、じゃんくん、
どうなってんのってなってるね。ジャン君。どうしたの？明日帰れるよ。はい。ジャン君。はい。もうちょっとの我慢だからね。ビビってるね、ジャン君ね。はい。ジャン君。はい。ジャン君、もうちょっとこっちおいでよ。ジャン君。はい。ジャン君、ちゃんと明日お家帰れるよ。はい。はい。ジャン君。ジャン君。なんか疲れた感じになってるね。疲れちゃった？はい。まあ元気そうでよかった。ちょっと今洗ってたんで濡れてますけど。結構大きいのが入ってたんですね。そうですね、やっぱり。これは歯ですね。剣歯のすぐ横。そうですね、横。もう天使の後ろかな、次の歯かな、それぐらいですね。へえ、そっか。気をつけてたんですけど、やっぱなかなか歯磨きってできなくてね。うん、猫ちゃんできないです。ですか。やれっていうのもありますけども、まあ言われてますけども、現実的にできないです。そうですね。はい、ポンちゃん。ポンちゃんはおとなしく待っていてくれました。いい子だね。ポンちゃん、ジャン君はね、元気だったよ。元気に怒ってた。なので、明日のお昼11時に迎えに行くことになったからね。さあ、今日はまあ寝よう。みんな寝よう。そして明日を迎えましょう。はい、今日のジャン君、先ほど怒ってました、めっちゃ怒っていました。俺たちが言っても怒っていました。うーんって言ってました。途中ちょっと甘える声出したかなと思うんだけど、もう怒る癖ついちゃいましたね。これ10年前に戻ってたら残念ですけども、まあ明日家に帰ってきたらまたなだめます。そしてですね、この数値、血液検査の数値ですね、腎臓系いろいろ、あります。これここに赤い線、赤いのが出ちゃってるんですけれども、これは問題ないんだそうです。これは赤血球が今、生まれたての赤血球の数なんだそうですが、これが、多いっていうのは多かったり少なくかったりするものなんだそうですね。定期的に生まれるから、そういうことみたいですね。それが生まれてる時、大問題ではないと、で、おおむね標準です、ずっとね。でこちらも標準の数値内ですが、これです。これだけ標準の中でもこう高い方に位置していますが、これは、明らかに腎臓の、問題なんだそうです。で、まあ、10歳だったらこのぐらいはあるんだそうですが、同じ10歳の中でもちょっと多めかなぐらいの数値です。そしてここですね、高い方の枠に入ってしまうといろいろやっていかなきゃいけない治療が出てくるので、まあ、なるべくゆっくり、行きたいなと思うんですが、これね、あんまり、こうなんていうか決定的な療法はないんですってね。年齢なのでもうしょうがないっていう部分も
含んでいるそうです。まあご飯を病院からいただいているのだけにするとか、くらいしか、ないんですけれども、まあ相談を今日してみたところ、まあね、チュールとか好きだからっていうのも、食べさせてみて2週間ぐらい経った時に、血液検査をしてみるっていう方法はあると。で、どのくらいこう石が作られやすいかどうかをそうやってチェックしていくっていう方法はなくはないということね。血液検査なの？尿検査じゃなくて？あ、尿検査でいいんだったっけ？なんか尿検査って言ってた気がするけど、うん、まあ、という形でね、ということなんですが、まあ、当面手術したばっかりだから、本当にご飯は制限してですね、うん、完全な状態に戻ったらちょっと考えます。で、これはエコーの写真です。これです。これが撮れました。今日も撮ったところの動画撮ってるんでね、うん、はい、あれを撮ったよね、なんだっけ、レントゲン、レントゲンも撮りましたから、うん、それと石も撮ったから、あ、うん、はい、出てきた石です。バラの形の石でした。ね、バラだったね。